皆さんこんばんは、キングダムニューランズの続きやっていきたいと思います。前回まででですね、2箇所敵の拠点を叩きましょうセット叩きまして、でここら辺をちょっと領土を広げたいなと思いまして、ちょっとずつやってる段階であります。まだ朝だね。よし、こっちの方一気にやっちゃいましょう。大工さん来て。これで草原が広がるので弓矢で狩りをしながらちょっと生計立てていきたいなと思いますけれども、だいぶ広がったかな。これで、ああここに2人のポータルいますね。多分向こうの方までは削れないと思いますので、ここまでですかね。削ったところで農業をどうにかしてやりたいな。農業をやるにはどこがいいか。ここに一箇所ありますね。一箇所ありますので、ここまで出る？ちょっとここまで出ましょうか。左側がとんでもないことになってますね。これはまた積んだんじゃないか。ボロボロなんだけど、何が言ってあったの。これは追い詰められたかな。左が大変なことになってる。壊滅してますね。でかいのいるじゃん。これはうわーやばいんじゃないの。なんかすごいことになってんな。これは大工もいなくなった。うわーやられたな。いろいろとまずいですね。いやー壊滅した。今また来てるじゃん。壁がないんだもんな。マジか。第三の島全然うまくいきませんね。攻略の仕方が間違ったか。といってもこれ以上できることはないな。どうしたのか。出てきてもらうには弓兵しかいないけど、ただコインがわずかにあるか。狩りだけじゃどうにもなんないよな。とりあえず防壁立ててもな。いやーきつい。何もできないな。これ財政立て直せないな。こっちの壁はいいんだけど、やっぱな、ほら人が。いやー
どうするのが良かったのか。まさかのまた第三の島で積むことになろうとは。農業を早くやりたくてもな。防御が間に合ってないのとコインがない。さてどうしたものか。これ以上もどうにもできないな。いやまた積んだか。敵の攻撃に耐えられる気がしないな。万全の状態で臨んだと思ったけどコインの使い方がダメだったか。いやー難しい。戦力が整ってないから二つ目を破壊したことによって、あーどうすんのが正解だった。あー来てる。もうこれは積みましたかね。またもうさすがに2回目となる。今回もダメでしたね。どんな感じに負けるのだかだけ見て無理にしようかな。自分の限界はここまでだったようですね。まあまたちょっともうちょっと試行錯誤してやっていきたいなと思います。先にやっぱこう、ほらこっち来てんじゃん。これはやっぱし橋側をどうにかするべきだったかな。橋側のポータル先に破壊するべきでしたかね。やっぱ2つ釣ればまだ良かったかもしれない。ここから立て直すにしてもな、厳しいよな。どこまで行けるかな。人はやっと入れることができるけど、どうしよう。定期的に入るコインが欲しいんだよな。だからこうやって広がってるから弓兵さえ揃えればまだ立て直せるかっつっても壁が薄いんだよな。守りも縮小してここの農地を作りたいですね。
それができればまだ立て直せるかもしれないけど。現状はそれ以外にちょっと手がないですね。とりあえずもうちょっと人を弓を雇わないと。人ちょっとずつ増やしていかないとね。こっち草原広がってないの痛いな。草原広げるしかないかつても人がいなくなると困っちゃうしな。そうそう、この農地で安定させることができるかにかかるか。果たしてできるか。左側は農地で行きそうなのかな。おお、来てた来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 た。はい、倒して倒して。はい、倒して倒して。来た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 。うわあ、当てた。出ておくれ。広げるか。人が今後足りなくなるかもしれないけれど、しょうがない、生きていくには。こっちを広げるか。でもこっち全然農地がないっていうか、まあ、でも現状それしか手がないな。雇える人雇って木切って弓広げるしかないな。ちょっとコインないか。ちょっと今大工さんが向こうに行ったから、こっから建物取るか。ちょっと待つな。ああまだできないか。とりあえず最後の人になるかもしれないから、これで人は、これで草原が広がったでしょ。広がったから、よし、コイン持てって。さてこれで弓を増やして、これでどこまで行けるか。ここの草が生え始めたら伐採を開始します。まだ立て直せるかな。これひたすら草原広げよう。さあ来てくれてるかな。できれば日が沈む前に来てほしい。急いで農地開拓しないと。農業はちょっとな、今手が出ない。これとりあえず草生やして刈るしかない。まだいけるか。
登ったか。そろそろ帰ろう。来てるー。いやー大工さん一人のが尊い犠牲となってしまった。これで立て直しが効くかな。耐えてますね、これで。さーて、これで人の確保がだいぶ難しくなっちゃったんだよな。大工さんもいないと思うし。サラチは増えたね。よし、まだ広げられるね。ここか。ここは壊したんだ。ここの手前までは一気に広げられたね。広げたら、さてとりあえずなんとかまだ持ち直してはきてはいますけど、ギリチョンですね。首の皮一枚つながってるような感じですね。それで野生生物はこれで、おお結構きてるきてる。野生生物たちが出てくれてるので、これで大工ですね。修理して。大工の数絶対足んないよな。ちょっと増やしてみたい。さてこれで人不足なのは変わんないからな。とりあえず左側を広げてって、そっから先どうしよっかな。ということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。予定では左側を草原にした後、右側農地しつつ、カタパルトですねをちょっと作っていけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。